スパイダーマンホームカミングの映画評論いたします。ネタバレなしです。このスパイダーマンにはですね、アイアンマン、ロバート・ダウニー・ジュニアが出てるっていうんで、私は1年前から楽しみにしていました。で、今回は3代目のスパイダーマンになりますけれども、どんな風に料理してるんでしょうね。もうね、3回目ですからね。で、今回のスパイダーマンは15歳の高校生です。普通の高校生、まあ頭いいんですけどね、どっちかというとダサい部類の高校生。それで今回面白いのはね、彼の周りが全員非白人なんです。まあ、彼はニューヨークの高校に行ってるんですけどね、彼の憧れの彼女が黒人、彼の相棒があれは原住民系、そういう具合で全員非白人です。そして彼はスパイダーマンとしての能力を近所のコソ泥を捕まえたりしています。しかしまだ貫禄ないんですね。チンピラにおめえの声女みたいじゃねえかとか言われたりします。ほいで焦っています。早くアベンジャーの仲間になりたい、早くもっとかっこいい手柄を立てたいと焦っています。それでアイアンマンに諌められたりするんですけれども、言うことを聞きません。高校生ですからね。で、いろいろ失敗したりするんですけれども、でそれで今度のスパイダーマンはピーター・パーカー、彼の本名はピーター・パーカーというんですけれども、の成長物語になっています。そして、まあ、全体的にタッチが軽くて楽しいです。ジョーク満載。最近のスーパーヒーローはちょっと暗く重くなってましたから、私としては好きでした。で、今回のトム・ホランド、英国人の俳優さんがなっていますけれども、1代目のスパイダーマンに似ていて良かったです。そしてですね、今回悪役が良かったんですよね。こういう映画はね、悪役が良くないとつまりません。今回の悪役は現実的で共感が持てました。しがない中小企業のオーナーなんですね。それでその従業員と家族を守るために悪事を働きます。それがエスカレートするんですね。この役をやってるのがマイケル・キートン、初代バットマンですね。ティム・バートンのバットマン、ジャック・ニクロセンとかキム・ベイジンジャーが出ていました。で、このマイケル・キートンですけれども、数年前2004年にバードマンという映画を作ってゴールデングローブ賞を取って、それからアカデミー賞にもノミネートされています。ちょっとね、2のね、アーチーな映画でした。で、このバードマンですけど、バードマンというのはかつてスーパーヒーローだった役者が年取って落ちぶれてカムバックを図りたいという映画でした。ですからマイケル・キートンの実際の人生と重なっているわけですよね。で、今回彼が羽を作って飛ぶんですですからバードマンです。そしてですね、ちょっとね、場所を変えてね、アクションシーンは良かったです。このスパイダーも体がよく動くんですよね。しかしですね、ドラマティックな映画でないので動機づけが薄いんですね。ですからアクションシーンに緊迫感がありませんでした。しかしですね、ちょっと怖いシーンがあるんですね。車の中でスパイダーマンとこの悪者、漫画ではバルチャーというんですけど、それが会話するシーンがあるんですけども、それは怖かったです、サイコスリラー的に怖かったですね。この2人の演技がいいです。まあ彼に限らずこの映画の全員芸達者でタイミングが絶妙でした。して肝心のロバート・ダウニー・ジュニアですけれども、今回はスパイダーマンのメンター的役割を担っています。アイアンマンですね、過去3回ありましたけれども、アイアンマンと彼の死んだ父親との関係が貴重になっています。で、今回はそのアイアンマンが父親役なんですね。アイアンマン、トニー・スターク、
大金持ちでプレイボーイのトニー・スタークですから、この父親役もちょっと懐疑的でいい加減なんですけれども、根底に一本筋が通っています。いいですよね、アイアンマンはね。そしてこの、スパイダーマンにはアイアンマンのボディーガードのハッピー・ホーガンが活躍しています。そしてガールフレンドの、ね、ペッパーポットもちらっと出てるんですね。この3人の掛け合いがいいです。ぜひ4回目のアイアンマンを見たいですね。そしてこの、スパイダーマンのおばさん、今回若くて魅力的です。スパイダーマンが15歳ですからね、40代という設定でしょうか。でこの、おばさんに マリサ・トーメイがなってるんですけれども、彼女を見た時にね、ハッとしましたね。実はですね、ロバート・ダウニー・ジュニアが若い時に青春ラブコメディーものを作ってるんですよ。その相手役の一人、チャーリー・チャプリンでも共演してましたね。ですからね、このマリサ・トーメイを見た時、アイアンマンとできちゃうんじゃないかと思ったんですよね。アイアンマンとペーパーポット、それとスパイダーマンのおばさんが三冠関係になったりしたら面白いです。で最後に最後の人間関係の処理の仕方が良かったです。スパイダーマンと憧れの彼女、スパイダーマンとアイアンマン、スパイダーマンとボルチャー、その最後の処理の仕方が気が利いてて余韻が残りました。で今回この評価ですけども、私の評価はスパイダーマンホームカミン B です。